小林俊則は、日本の官僚、実業家。株式会社商工組合中央銀行執行役員を経て、2018年から中央マーン、特命全権大使、大阪府出身。灘中学校、高等学校を経て、1984年、東京大学法学部卒業、通商産業省入省。在英国日本国大使館参事官。 大臣官房広報室長、関東経済産業局産業企画部長、商務情報政策局情報処理振興課長、通商政策局国際経済課長、金融庁総務企画局会事業務参時間、産業技術環境局産業技術政策課長、大臣官房政策評価広報課長、内閣府行政刷新会議事務局総括参時間を経て、 2012年近畿経済産業局長。2014年中小企業長次長。2015年商工組合中央金庫、執行役員。2018年中オマーン特命全権大使。2019年4月28日、オマーンの首都マスカットにあるアラム宮殿でカーブース・ビンサイード国王に新任状を法定し、在オマーン大使として正式に就任した。 小林が在オマーン大使として在任中の2020年1月10日、約半世紀にわたってオマーンを統治してきたカーブース国王が崩御。小林大使がカーブース国王に新任状を法定した最後の日本大使となった。同年1月12日、小林大使はマスカットのアラム宮殿を訪問し、前日に スルターンイを継承したハイサム・ヴィンター・リク・アール・サイード、国王に越見して、長意を表明した。横顔、近畿経済産業局長に就任した、小林俊則氏、日韓工業新聞、大人の文化村近畿経済産業局局長、小林俊則さん大人の文化村、1.5メガバイト、UR 都市機構、UR 都市機構、人事。 経済産業省日本経済新聞人事、商工組合中央金庫日本経済新聞、スロベニア大使に、吉田市日本経済新聞2018年9月4日11時36分、人事外務省毎日新聞2018年9月5日、東京長官、小林大使による、カブース国王への新任情報提、ザイオマーン日本国大使館アンバサダー、 小林ハズプレゼンテッドヒズクレデンシャルズ、ツーヒズマジェスティ h サルタンカバスエンバシーオブジャパンインザサルタネートオブオーマンオーマーン国王死去後継に親族のハイサム遺産文化賞国際ニュース読売新聞オンライン小林大使によるハイサム新国王への弔問ザイオーマーン日本国大使館アンバサダー小林 エスコンドーレンスコールオニ HM サルタンヘイサムエンバシーオブジャパンインザサルタネートオブオーマンありがとうございます